2014年に具体化したニカラグア運河、計画星印ブリトカミロロックス赤線はニカラグアとコスタリカの国境線ニカラグア運河は HKND グループが建設していたカリブ海と太平洋と大西洋を結ぶ 259.4km の未成運河である2014年12月22日に着工式典を開催し4年後の2019年に完成予定とされた オルテガ大統領側は、工事が生み出す5万人もの新たな雇用による経済効果を強調しているが、プロジェクトの実現可能性を疑問視する声も多かった。2018年2月には中止となったという報道がなされた。同年4月には、HKND の本社事務所が閉鎖され、結局ほとんど建設されぬまま計画は事実上放棄されている。 1899年に描かれたニカラグア運ン構想図、狭い中米の地境に運河を作る構想は、スペインによるアメリカ大陸植民開始の直後からあり、19世紀初めにはナポレオン3世もニカラグア運ン計画の実現可能性が高いことを表した。もう一つの有力ルートであるパナマ運河は、フランスが開拓に着手したが、19世紀末に頓んだ 20世紀になって大西洋と太平洋に国土がまたがるアメリカ合衆国が中米運河計画に乗り出したが、ニカラグア運河にはモモトンボ火山の噴火による危険などを指摘する反対論があり、パナマ運河を1914年に開通させた。太平洋に近いニカラグア湖とそこからカリブ海に流れるサンフアン川を利用するルートが想定されていた。 1891年1月27日、東京地学協会例会において、アメリカ合衆国海軍アジア、艦隊所属アライアンス号艦長、ヘンリー・クレイ・テイラーが行った演説、ニカラが運河改作企業に、ついてによって、建設計画が日本に知られることとなった。在京各紙は、演説内容を報じ、福沢諭吉が執筆した、時事新報社説など、 1894年7月から翌年3月にかけて外務省が根本忠氏を派遣した中南米調査報告の中にもニカラグア運河についての記述が残る赤線2013年時点でのニカラグア運河の広報青線パナマ運河2014年に建設が開始された運河は上から2番目のブルーフィールズ南側のルートに沿うその後もニカラグア国内では 運河の実現を夢見る動きが続いてきた。オルテガ政権は2013年6月、ニカラグアと国交の内中華人民共和国政府と関係があると見られる香港系企業に新運河の計画、建設、運営を認めることを決定した。この香港企業は中国で新移通信産業集団を経営する大富豪大安氏が経営しており、プロジェクトの資金として 投資家から400億アメリカが州国ドルをすでに集めて2014年12月22日に着工された。6つのルートが検討の訴状に上ったが、このうちの第4ルートに決定され、2014年7月7日に HKND 社が発表した。このルートは太平洋側のブリトから始まり、ニカラグア湖と新しく建設される人工湖を経て大西洋、 カリブ海のプンタゴルダ川付近に至るもので、全長は 259.44km である。なお、運河の延長として 278km と記述され報道されることが多いが、これは6つのルートが検討されていた段階での延長である。以下の記述は、による。運河の総延長は前期のように 259.4km である。これに加えて、 太平洋側に1 7トル、カリブ海側に1 4 4トルの航路、春節延長があるのでこれらを含めると2 7 5 5トルとなる。主に西運河、ニカラグア湖、東運河の3区間に大別される。西運河区間は全長2 5 9トル、ニカラグア湖区間は1 0 6 8トル、東運河区間は 1 2 6 7トルである。福音は2 3 0ルから2 8 0ル水深は2 6 9ルから2 9 0ルであり、25000tu のコンテナ船や40万トンの超巨大貨物船の通行が可能となる。HKND 社は環境、社会影響調査に基づき、2014年7月に、 運河沿線で7回の地元説明会を開催した。しかし、ニカラグアコには、ノコギリエイや、オウメジロザメのような貴重な生物をはじめとする、豊かな水生動物群が生息している。太平洋や大西洋を通ってきた船が行き来する、ことが、ニカラグアコの生態系に打撃を与えるとして、なおも、環境保護運動家などから、運河建設に対する心配が寄せられている。 ニカラグア運河プロジェクトの総予算は当初の400億ドルから500億ドルに訂正され完成も2020年に改められたパナマ運河はその拡張工事が完了し2016年6月26日に運用を開始したのでニカラグア運河が開通しても採算性があるのか疑問視する声もある総工費はニカラグアの GDP の五倍にもなる金額でニカラグア政府は 中国主導による工事での波及効果を期待するが、強引な立ちのきや環境面への影響を危惧した住民による反対運動も続いている。HKND は2012年に香港に設立されたばかりの IT 企業で、中南米でのインフラ関連事業のノウハウがあるのか疑問視されている。運河は開通後50年間の運営権が HKND に与えられることが契約されており、 さらに50年間の延長も可能になっている。HKND には中国人民解放軍や中国共産党の関与も指摘されており、事実上100年間にも及ぶ中国の咀嚼地になってしまうという意見もある。中国の経済史、財新網によると、HKND 社の責任者であり、通信企業、新一集団の当事長でもある、大安氏はこのプロジェクトを名目に、 銀行などから巨額の融資を図ることが真の目的である。2015年6月の時点でまだ着工していなかった模様である。2015年11月5日、ニカラグア政府は運河建設計画の環境社会影響評価を承認し、これにより HKND 社は500億ドル以上とされている巨大運河の建設を開始することが認められた。 2016年10月のレポートでは、運河建設計画の進捗状況は不明とされている。2016年12月、中国のポータルサイト、アミエキの調査レポートによると、大安市の主な事業である、新遺集団は、実際、巨額な債務を抱えており、いつも新しい借金で、古い借金を返済するようにしている。株主の構成も不明瞭で、 投資家に見えない一般人や汚職する官僚なども多株主になっていた。新移集団の従業員の一人は、オルテガ大統領の息子が新移集団の本部まで来てお金を返すように要求したのを目撃したこともある。2017年6月、ニカラグアと同様に中華人民共和国と国交のなかったパナマが中華民国と断交し最大の港である。 パナマ運河に近いマルガリータ投稿の運営権を99年間の契約で中国企業は手に入れたことによりニカラグラ運河の重要性は中国にとって下がった2018年2月資金不足によって建設が中止されたという報道がなされた原因の一つとして株式市場の暴落によって HKND の経営者である大安氏に 多額の損害が発生したことが挙げられる。ニカラグア運河局の代表はこれを否定したが、4月に HKND の香港本社が閉鎖されたため、継続は困難と見られている。しかし、h k n d への毎年の多額の資金援助と、運河付属のインフラ整備の権利を認めた法律は、廃止されておらず、運河建設が中止されたとしてもこの権利を行使する、可能性がある。 2019年4月17日、アメリカの外国資産管理局は、運河計画に関わったニカラグア企業3社を、オルテガ政権のマネーロンダリングと認定し、経済制裁を行った。8月14日の演説で、オルテガは本計画の継続と運河の完成を主張するも、2013年に、結んだ政府と HKND の契約期限が9月に、 執行することについては言及しなかった。またオルテガは、この演説を最後に、運河計画に関連する発言はない。ありがとうございます。